5% の人たち、ただの真面目な人は仕事が僕はできない人に分類されると思います。仕事が遅い人とはとありますけども、ここは完璧すぎる人です。具体的にはね、仕事始めましたという時に 100% に出そうとしてませんか？ 100% じゃないと上司に怒られるかもしれないとか、とにかくそのために一生懸命時間かけていろんな資料をつけて、もう言われることなくしてアウトプットしないといけないんじゃないかと思ってるんじゃないかなと僕は思います。その結果何が起こるかっていうと、依頼されたタスクの依頼者はまだ仕事出てこないなとか、まだアウトプット返ってこないなとか思われるし、自分としてもどんどん多分ね、いろんな仕事を舞い込んできてると思うんですよ。結果的にたくさんのボールを自分が持っちゃってる状態に陥ってると思います。もちろんその考え方として 100% の状態でアウトプットしようとするのはいいことなんですけども、考え方としてね、持ってほしいのはここです。不完全でもういいから、とにかくスピードを意識して僕はアウトプットすること、自分のボールをなくすことが大事だと思います。